どうも、非イスル国 TV のお時間です。ついに、河野太郎氏は禁断の果実に触れたんでしょうか。13日に河野氏は自民党の石破茂元幹事長を国会内の議員事務所に訪ね、立候補を表明した総裁選での協力を要請しました。その時に河野氏は、総裁選後には衆院選がある。私が首相に就任したら、挙党体制を構築したいと述べたんですが、票の獲得のため、なりふり構わなくなってきてるんでしょうか。もし、メディアでよく見られる人気ナンバーワンは石破氏。というガセネタを信じてるんだとすれば、かなり重症ですね。また、協力を要請された石破氏は、明確な返答はせず、会談後、石破氏は、自らの総裁選出馬の是非に関し、残っている時間は長くない。さらに深く考えて結論を出したいと、未だ別の選択肢も匂わせる感じで記者団に語ったとのことです。このように、石破氏の協力を求める河野氏の動きを見てると、なおさら国民の支持は得られないんじゃないでしょうか。結果的に、石破派が、河野氏の支援に回ったとして、党員票で考えた場合でも、石破氏は、安倍内閣の幹事長時代にも、派閥政治を解消すると言いながら、自分の派閥を立ち上げたり、自民党が野党に転落した際も、自民党に、見下り派を突きつけて離党したりと、数々の裏切り行為があるので、安倍さんや麻生派からの支持は、到底得られないと思いますし、石破氏との共闘が、むしろ、逆に、河野氏にとってマイナスになるのであれば、個人的には別に構いませんけどね。それとあと、河野氏には漏れなく、セクシー進次郎さんもついてくるため、もし河野政権が誕生したら、不安要素しかありません。いずれにしても、その度に主張が変わる時点で、ありえませんよね。さて、今度は、別の有力候補と言われる岸田文雄前政調会長は、本日各メディアでのインタビューで、次のように話されていました。自民党総裁選に出馬する岸田文雄前政調会長は、14日、報道各社のインタビューに応じた。2019年参院選で、河井克行元法相夫妻側に党本部が支出した1億5000万円に関し、買収に使われていないことを書面を持って国民に説明すると強調。政治と金の問題への強い批判を踏まえ、総裁選の争点は党改革だと主張した。岸田氏は、党の説明責任、透明性、ガバナンス改革を考えなければいけないと指摘。できるだけ早く説明する考えを示した。当選無効となった国会議員に4割の歳費返還を求める歳費法改正にも取り組むと語った。憲法改正に関しては、安倍政権時にまとめた4項目の党改革案の実現に努力を注ぐと表明した。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、緊急事態条項の対象に感染症を加えるか、議論はあってもいいと述べた。カジノを含む統合型リゾート、IR に関しては、経済に少なからず意味がある。信頼醸成、地元の理解を大切にし、可能性を追求していく課題だと主張。米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設は進めるべきだ。丁寧な説明を地元にしなければならないと語った。との内容です。個人的に岸田氏を批判するつもりはないですが、先日から主張していた1億5000万の国民への書面での説明っていうのは、果たして意味があるんでしょうか。それよりも国民が求めてるのは、一体誰が指示したのか?という黒幕なんじゃないですかね。この1億5000万の件を持ち出すなら、おのずと、そういう流れになってくると思いますが、国民の支持を得るために掲げた内容かもしれませんが、党内での支持含めて逆効果にならなければいいんですけどね。その他には、
賛否両論はあると思いますが、カジノを含む統合型リゾートについては、経済活性化のためにも、確かにあった方がいいと思います。悪い意味では、海外勢の流入や犯罪の増加など、危険性もありますが、そこから生まれる付随の産業も活性化していくので、雇用の創出にもつながると思いますね。まあ、今回は、このように、別の候補者を取り上げてみましたが、何はさておき、高市氏が当選してくれるのを祈るばかりです。あと、話はガラッと変わりますが、11日に公開したこちらの動画ですが、石原慎太郎氏の映像がまずかったのか、著作権侵害で運営から動画削除されてしまいました。もし、あの動画どこに行ったん?と思われる方がいたらと思い、ご報告させていただきました。では、今回の最後も、河野氏が石破氏に応援要請した件についてのネット上の声をご覧くださいませ。ああ、ダメじゃん。これ、河野にとってはマイナスだろう。当の河野は、そう思ってないから言うんだろうけど、石破さんに頼むようになったら終わり。議員票、さいなら。え?こんなに空気読めない人なの?河野さんって、安倍政権下に長くいたのに、これじゃ握手だって判断できないのか?石破が、麻生の天敵だと知っての上で言ってるのかい。親分に逆らってまでして、総理になりたいのか。日本人じゃないわ。うわあ。河野総理、ゲル幹事長で、ますます日本が壊される。マスゴミ総出で支援するようなコンビやね。まるで国際社会から省かれつつあるから。タリバンと手を組んだシナのよう。自民党内の支持が得られてないんだろうね。どうした?総裁選に立候補してからボロボロだな。河野もないな。やっぱ高市さん一択だわ。我々、一般国民が指名できないのが残念。以上、以前支持してた時もありましたが、もう忘れました。